キックラジオ27カラットマジック FM クイック AM1314 OBC ラジオ大阪から若宮帝子がお送りしています。クリスタルヒーラー恵子の心に聞く聞く。さあ今夜もモダンシャーマニストでクリスタルヒーラーの恵子先生が登場してくださいました、はい、よろしくお願いします。今日もプリチーでございますね。ありがとうございます。恵子さんもプリチーですよ、はい、あの先週はちょっと私の眉毛がどこかに散歩に行ったという話で、そうですね、なんかどこかに行ってましたね、はい、眉毛がなかったという、はいはい、なんかマロみたいな感じになっておりましたけれども、ね、今日はありますので、はい、行きました、はいはい、化粧ってなかなかしなくなっちゃったな、いかんいかんと思いながら、さあちょっとね、あのご質問に入る前にいろいろいただいております、はい、件名なんか知らんけど、恵子先生に教えてもらったなんか知らんけど宝くじそろそろ当たる、そう信じて宝くじの当選発表、ドルルルルドン、ドラムロールが鳴る、結果発表、300円プラス3000円、あ、300円増えたって、素晴らしいです。次は億万長者、はい、信じるとなんとかなりそうですねというね、はい、信じてくださいね、はい、お金はあるあるです、はい、なんか知らんけど、そうですそうです。のりちゃんからもですね、恵子先生お金はあるって言葉に出してたらついつい使いすぎちゃうんですけどどうしたらいいんですかというこれ私もそうですね、お金はあるそうですね、そのあたりもね、また別の機会にね、あの使い方ですね、使い方のお話もさせていただきます ね、 お金の勉強みんなしないといけないと思うんですよ、私たちってね、お金ってこう欲しいものだけでも汚いものとかって、なんかお金のね、なんかあり方を学んでいなかったかなという感じがしますね。そうですね、でそのあたりをまたね、はい、そうですね、はい、次回にということですね、はい、りんちゃんからですね、てこさん以前流れたマリーナショー、私3回ほど聞き直しましたね。あまりにもかっこいい歌声と演奏にハートを射抜かれ、はい、Amazon Music で検索してアルバム全曲聴いてしまいました。てこさん大失恋の一曲だったんですか、はい、なんかわからんけど恵子先生の魔法の言葉も毎日唱えてみます。確かになんかわからんけど最後は帳尻あってうまくいってるみたいなこと多々ありますよねといただきましたね、はいはい、あ、失恋の話もなんかいろいろ質問したいなと思うんですけどね、その本当にそうですね、そのあたりの恋のお話とか、まあ、恵子さんがどれだけ大失恋したとか、そのあたりもね、言うぞ、はいはい、お伺いしたいですね、言うぞ、はい、愚痴言うぞ、はい、今夜のご質問に入りたいと思います、はい、匿名さんにしておきましょうね、はい、はびきのにお住まいの方です。今回は聞いてほしいことがあります。友人3人と遊ぶ約束をしておりました。その中の1人の友人が日にちを決め、時間はまあその日が近づいてからということになったんです。そこまでは良かったんですが、予定していた前日、その予定を決めた友人が、ごめん、その日別の予定入れたから行けへんと言ってきたんです。もう私ももう一人の友人も唖然です。もう3人グループですからね、うんうん、いやいやいや、日程自分が決めて、え、それで他の用事入れるってどういうこと、しかも最後にまた誘ってねって意味が分かりません予定を入れるのは別に構わないんですよ、入れたら入れたでなぜもっと前に行ってくれないのか、なぜ前日、しかも自分から行ってこない、もうイラッとしました。私はスタンプだけ押して話を終了、もう一人の友人も怒って
それ以来その友人を誘う気はないと。一度こういうことがあると次もと考えてしまうからですね。はい、幾度がこういうことがありました。なぜこういうことができるのか分かりません。本当に悪いと思ってるのか疑問なんです。それとも私が気にしすぎなんでしょうかという、まあ、大体あのシチュエーション分かっていただいたと思いますけれども、はいはい、LINE でのやり取りなんだろうな、スタンプがとかということですけれども、どうですかね、皆さんもですね、やはり友人関係といういらっとしたりとかムカッとしたりとかなんでって思ったりとか、そして気がつかないうちに誰かを傷つけたのかなという時もあったりして、はい、私もこの1年でですね、いろいろどうしたんですか今日はね、お目目とお眉毛がパチッとされてるなと思って。可愛いでしょ、はい、そう忘れるよこの1年でですね、割と友人とかこう整理できたかなと思うんですよ。本当に人間のね、まあ言ったら人生でまあいろいろと一旦つまずいたりとか、まあ引っかかったりとかね、そういうのが3つあるんですけど、はい、言って言ってそれがまあ時間と時間、はい、でお金、お金、はいはい、で3つ目が人間関係なんですよね。だいたいこのあたりで皆様ああだこうだされてると思うんですよ。まあだこうだですよ。時間というのはどういうことですか。時間というのは時間の使い方ですね。いつも時間がないとか、ずっと追われてるとかね。私ですね、お金、ね、もうそうですね、追われて追われて追われて請求書に行ってでも最後追われたらまた追いつきますから追いついてまた次がドド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 、まあお金の話はまた次回にという、はいはい、で最後の人間関係は今日の質問者の方でございますよね。まずね、はい、今日のまあ質問いただいた方、はい、まあ偉いなと思ったのがスタンプでも返されたっていうのがすごい偉いなって。そうですよね、すごく激おこすスタンプちゃいますか多分了解とかなんかそういうのをこうなんか何とも表現しがたいスタンプ送られたと思うんですけど了解、決してありがとうではないですね。そうですそうですそうです、 そうです、はい、まあそこがまず偉いっていうのが一つなんですけど、今回ちょっとお伝えしたいのは、はい、その時間っていうのは命っていうふうに思ってほしいんですよ。時間は命、で自分の命を使ってると思ってほしいんですね。ああそういう考え方。そうですそうですそうです。じゃあ私命をみんなにあげてんの。そうですよ、命を。で人から命もらってるのね。そうなんです。でその命を使ってるっていう感覚で、例えばこのことにそれだけ腹を立ててもいいかとか、それもあるんですけど、自分の命を使ってこの方と会いたいかどうかっていうところも、その時間は命っていうフィルターを通していろいろとね人間関係見ていただいたらなと思うんですよね。じゃあ時間は命、自分の命と思ったらこの人に本当に会いたいのか、いやいやそう違うよな。そうですそうです。でその逆もそうなんですよね。例えば人の時間をいただくってことは、その方の命をいただくっていうことなんですよ。大事な時間、大事な命をいただくっていうことなので、だからこう約束はやっぱり簡単には守れない、破れないだろうし、でもう本当に過ごしたい時間を約束する。もしかしたらこのね今回の匿名の方も、その方と自分の命を使うとしたら、もしかしたら別に行かなくてもよかった会食だったのかもしれないんですよ。そうですよ、行かない方がよかったかもしれないですね。そういうふうに見た時に、あまあいいかって、それだったら、なるほど、時間は命か、なんかそしたら私自分のスケジュール帳ちょっと命命命命命命もうこの人命、あそこにも命って、無駄な命を使いたくないなという感じが。本当なんです。そしたらもう一瞬一瞬をすごく丁寧に扱い出すし、その方と会ってる時間もすごくね大事にすると思うんですよね。なるほどね、でまあやはり今このコロナ禍でですね、会えないという状況でもありますから、まあ、その辺のところもあるんでしょうけれども、その時に本当に会いたいか会いたくないかっていうのをなんかこう選別されてきたかなと思うんですよ。そうです、本当にそこが
本当に私たちにこうねフィルターを今くれてるって感じですね。だから試されてんのかな。そうです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 って思いますね。なので本当にこのねイライラしたとは思いますよ、うん、でもそのために自分の命のそのイライラする時間を無駄にしたくないですよね。そうですで あとはそのもう一つお伝えするならばそういう私の時間っていうのを大事に扱ってもらえる自分作りも大事です。えもう一回言ってもう一回言って自分自身の時間を私の時間を誰かに大切に扱ってもらえる自分作りということはどうしたいんですか。この人の時間をいただいてるなっていうところのね、はい、そういうそのご自身のエネルギーをあの高めていくというか自分自身はですね。そうなんです。でもそれがその第一歩として何が大切かって言ったらご自身が時間を大事に扱うってことです。一瞬一瞬を。じゃあお前はなんか昼まで寝てるとか。まあでもそれがね心地よかったらいいんですよそうですよ。あの途中ねそのカバン忘れてのを知らずに昼寝してそういうのもいいと思います。ハンドバッグ駅のトイレに忘れるとか、ええ、まあそれもねそうですそうです、はい、なのでそういう心地よい時間っていうのを意識して過ごしていく。なぜなら私の命を使ってるから。命大事ですよね。自分の命大事ですよね、限られてる。なのでそう思ったらそのテイコさんがあの人間関係を整理したっていうのはすごくいいと思うんですよ。それが切るとかじゃなくて薄めるね、あ、切るではなくて薄める。そうです。濃くなる時もあるんですよ。このお友達もねこの、はいはい、あのちょっと変わったリズムのお友達も変わる場合もありますから。あ、うん、そうですね。ちょっと疎遠になっててくるとまたこう、ね、そうです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 。もっと仲良くなる時もあります、まあ、そこのこう、まあ、バイオリズムというか、なんかそれがあるのかなと思います。人間関係とお金と時間これもうどんどんあの掘り起こしていただきたいと思いますので、恵子先生今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、お分かりいただけましたでしょうか。メモした。さあまた皆さんから恵子先生何でも結構ですよ、ご相談に乗ってくださいますよ、どんな些細なことでも結構ですよ、え喧嘩したん、えこれからどうやって生きていく、どんなことでも結構ですよ、はい、若くいられるにはどうしたらいいか、もうそんなんでも OK よ、はい、稽古に聞いて、はい、いや稽古に聞いて、はい、K27 アットマーク OBC1314.CO.JP 稽古先生に心に聞く聞く、またお寄せくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。心に聞く聞くラジオ27カップマーク